大相撲の横綱春馬富士関が4日、東京江東区の富岡八幡宮で振り込め詐欺防止を訴えました。富岡八幡宮は江戸勧進相撲の発祥の地とされ、現在も新しい横綱が誕生すると土俵入りが行われるなど、相撲とゆかりのある神社です。神社を訪れた春馬富士関は、まず本殿で行われた振り込め詐欺撲滅を願う祈祷に参列しました。その後、境内で地元の関係者らを前に江東区長らと撲滅宣言を読み上げました。振り込め詐欺から母さんを守ろう。振り込め詐欺から母さんを守ろう。知らない人には絶対お金を渡さないぞ。知らない人には絶対お金を渡さないぞ。式典を終えた春馬富士関は横断幕を持ってパレードを行いました。そして通行人らに犯罪防止のチラシを配りながら、振り込め詐欺への注意を呼びかけました。